ジャー将軍が王様だって言うんだけど、これから大丈夫かな。あの娘、いや今度の王様は気まぐれだから、どうなることやら。聞くの？それがよくわかんないんだって。でも私には聞いたわよ。あら、あんたなんか魔法じゃなくても眠いんでしょ。大変って。これどこだよ。ジンジャー様、こうしてる間にもあのドロシーたちがグリンダと一緒に戻ってくるかもしれませぬぞ。あら、だったらそれはあんたの魔法が失敗したから帰ってくるんじゃな。あら、しまった。いや、あの連中は確かに魔法にかかりましたですよ。しかしその万が一ですね、かかり損ないっていうこともあるんでございまして、その万が一ってことを私は心配しているんでございますよ。はい。でもあんたは一流の魔法使いでしょ？あの一流の魔法使いはですね、その非常に難しいことをいたしますので、その難しいことというのはまたうまくいかないこともあるというようなわけでして、はい。あの魔法は失敗するに決まっとるんじゃ、何しろ眠らせただけじゃからな。まあ、そう。じゃあなんかあんた考えといて。考えといてとってね。あ、ちょっと、ちょっと、ジンジャー将軍様、ねえ、エメラルドはどこなのよ。モンビが言ってたでしょ、気長に探すって。そんなのんきなこと言って。あ、お待ちくだされ、ジンジャー様。ほら、ジンジャー様。このまま手を打たないでおくと、元の普通の娘に戻るだけですよ。そうなのよ。そうじゃろ。そこで女王様、私めに明暗が。明暗ですか？はい。皆さん、もうすぐエメラルドの都ですよ。そうだね。そうすればあの赤ん坊が誰だかわかるんだね。私がずっとここで女王でいられる名案って何？それはでございますね。あなたは将軍でございましょう。だから将軍が何かお考えになればよろしいのです。どえ、何言ってんのよ。考えるのはあんたの役目でしょ。やっぱし。でも神社様の方が将軍なんだから。なんか頼りないのよね。うちの魔法使いは大丈夫かしら。なんと言われようと、一人前の魔女になるためにはここのところは我慢我慢。大体逃げ出すような連中が戻ってきてもまた追い立てばいいんじゃないの。それですのじゃ。カカシドロシー、キコリなんかはどうでもよろしいのですが。どうでもいいことならほっとけば。ほにそうですな。いや、そうじゃありませんのです。それが連中が南の魔女グリンダを連れてきたら、これは偉いことですぞ。はあ、グリンダですって？南の国の？さよう、オズの国一番の魔女のグリンダですじゃ。グリンダが何しに来るの？あちゃ、まだお分かりになりませぬか。あの連中が助けを求めるとすれば、南の国のグリンダのところより他にはありませぬ。それで？グリンダは良い魔女ですから、カカシの味方をしますぞ。カカシ王の味方ということになれば、私たちの敵ということは、今は将軍のあなた様は元の普通の娘ということになりますな。そんなの嫌でございましょ。ですから何か対策を立てませんと。対策はこれよ。私たちにはエメラルドを征服した網像がある。これさえあればグリンダなんぞ怖くないわ。困った
たもんじゃ。エメラルドのおとなしい連中のつもりでおる。グリンダは魔女なんじゃ。それもオズ一番の。どこへでもおいで南のグリンダ。おさんはどうやってエメラルドの都を救うつもりなのか考えていますか？ああ僕はモンビバーさんが優しくなってほしいな。そうよね。そしてエメラルドの人が元の通りに暮らせるといいわね。いよいよカカシオのお出ましだ。その前にジンジャー将軍をどうするかですね、グリンダ様。それを尋ねているのですよ、カカシオに。あなた方はエメラルドの人たちと話し合ってごらんなさい。私は他にすることがあります。僕はパイにされなきゃいいんだ。私たちに考えなさいって言ってるのね。でも良い魔女だから助けてくれるでしょ。ドロシーさんの言う通り、グリンダ様は私に自分で考えろって言ってるんです。本当の王様ならね。グリンダと戦う気でおる。まあ、勝手にやるがいいさ。私は今のうちに魔法の勉強しておこった。何、立派な魔法使いになるためには、みんな変わりはないかい？とんでもない、大ありですよ。あのジンジャー将軍が来てからというもの、エメラルドの都はもうむちゃくちゃです。ご覧の通りでして。子守なんかさせられちゃって門番さんも大変なんだな。ねえお父さん、カカシさんの様子が変ですよ。ん？本当だね。ねえドロシー、カカシさんの様子が変だよ。どうしちゃったのかしら、カカシさん。さあ、降りていらっしゃい。魔女といえども私に逆らう者は許しません。まだ子供のあなたがそのようなことをしてはなりませんよ。私はジンジャー将軍、エメラルドの王です。無礼な口を聞いてはなりません。
すごいこと言っちゃったりしてグリンダが怒ったら。困った娘たちですね。良い魔女に逆らってはなりません。良い魔女だって笑わせるわ。ダイヤダイヤダイヤ、これは少しお仕置きをしなければわからぬようですね。あなた方は普通の女の子だということが分かりましたか？そこに隠れているモンビ、出てきなさい。いい年をして子供をけしかけるようなことをしてはなりません。グリンダさん、おっしゃる通りです。この通り降参です。いいえ、私に降伏するのではありません。後ほど賢い頭、優しい心、美しい心を持った者たちがやってきます。その者たちに降伏しなさい。それが、グリンダ様も難しいことを言われるな。いくら脳みそがあっても難しいことってあるもんですね。そんなもんですかね。わかりまった。それで何話するんですか？やっぱカカシ君だ。わからないことなんかないと思ってた。さすがカカシ王ね。いえね、王様らしくって思うとダメなんです。カカシ、カカシですから。さ、参りましょ参りましょ。なんもわかりません。僕、お父さんは？僕だって。何のことです？素直にありのままっていうことに気がついたのよ。さすがドロシーさんだ。さ、行きましょ。はい、大丈夫ですかね。さあどうでしょう。ちょっと見ない間に変わったわ。確かに変わった感じだな。ここはお父さんが忙しくてお母さんが暇なところなんですか？お父さん、そんなこともないはずだけど。あっちを見てごらんなさいよ、お父さん。どうしてお父さんとお母さんが一緒に働かないんですか？どうしてって、そりゃ神社のせいだろ。でも仕事っていうのはみんなで仲良く。いけない、ドロシーに遅れちゃ。早く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 。こんなになったのはみんなジンジャーのせいね。そうですね、おとなしい人たちですからね。私たちが初めて来た時のような楽しいエメラルドにしてね、カカシさん。自信はないですけれど頑張ります。元王様ですから、バカシ。
心当たりがよろしいでしょう。しっかりね、カカシさん。一体何をするんだい？ま、見ていてください。今の私にできることはこれだけですからね。も、あは？皆さん、私は少し前の王様だったカカシです。ここにいる優しい仲間と助け合って戻ってきました。エメラルドの皆さん、ジンジャーは間違っております。ジンジャーはどういうわけか、エメラルドでは女が偉いのだと決めてしまいました。もちろん男が女より偉いのだと決めてしまうのも間違いです。そこで私たちは次のことを決めたいと思います。エメラルドの都では、男の人と女の人が助け合って仲良くすることが偉いと。ま、私は普通のカカシですが、幸福なエメラルド、美しいエメラルドを願う皆さんには、ま、きっと分かっていただけると思います。私のできることはこれだけです。娘どもを使って。ねね、私も入れて。あ、いいと。カシャラカシャラ。ああ、面白い。あ、素晴らしいわ、カカシさん。いやあ、偉いぞ、カカシ。変わりましょう。あ、私、みんなが喜ぶようなことを言いましたかね。照れちゃいますよ。本当に素晴らしいことしたのよ、カカシさんは。モンビばあさんたちもおとなしく言うこと聞いてくれるといいけど。カカシさんのように正直にやればなんとかなるさ。みんな楽しそうにしてますね、お父さん。うん、よかったな。乱暴はしないでね。はい、はい、な、何よ。私たちをどうしようっていうの。
役に立ったことのないお前たちだが、今この私のために働いてもらうよ。私たちもいや恩人に帰りたい。何を今さら。ジンジャー、なんとか言ってよ。私たちも降りるわ。ジンジャー将軍、説明してやってくだされ。私は将軍よ。将軍はそう簡単には降参しないの。でもお前たちは私と違ってお家へ帰りたいようだから、もう用がないのよ。ただしお家に帰る前にこの薬を飲んでもらうわ。そうだね。さあおとなしくしなさい。さあ言う通りにするのじゃ。さあ、私ダラシー、モンビばあさんが消えちゃったの。モンビがいなければオズの国の本当のお姫様のことが分からなくなっちゃうわ。私たち宮殿中をくまなく探したんだけど。次回魔法使いモンビ、お楽しみにね。